どうも、皆様ご無沙汰しております、折の晩酌でございますね。お久しぶりでございますね。なんと私今日さっきまでね宮崎にいましてね、ポカポカ陽気にね、恵まれながら宮崎でバカンスしてまいりましてね、そして今有楽町というね、吉本の劇場で、まあ、この後9時からライブがあるということで、ちょっと時間がね空きましたんで、私ちょっとね、まあちょっと行ってきたよという報告だけね、させていただこうということで、この動画を上げておりますね。そもそもね宮崎ね自分で行こうと思ってたんだけども、ラッキーなことにですね、私が、月の第2土曜日にやっているレインボータウン FM さんというところの姫ラジという番組でね、そういう番組があるんですよね。うん、コミュニティ FM ってやつで、ね、そこでまあ姫ラジっていう番組がこうオリックスを推しててね、でそうオリックスのことばっかり1時間やるライブね、東京の豊洲というところで、すごいねタワーマンションが立ち並んでるね、すごいもう東京のど真ん中ですよ。そこから1時間オリックスのことだけ語るっていうね、そういうラジオがね、ちょっとまあ無謀なというかね、ちょっと狙いがよく分かりませんっていうね番組があるんですけども、うん、そこのね私そこに私出していただいてて、パーソナリティが、小島真由美ちゃんっていう方と、大根ちゃんこと、大岩根彩奈ちゃんというね、この二人のね、美女二人ね、織姫、二人とも織姫なんね。小島真由美ちゃんはなんか、なんかね、日本一可愛い織姫みたいな感じでテレビになんか紹介されてたりとかね。まあまあ、とにかく美女なんですよ、二人ともね。そのね、美女二人と私、おじさんが、宮崎で2泊3日の旅をしてくるってね、これ番組さんがねお金出してくれて、でちょっと話のねネタでも作ってきてくださいっていうことでね、ご厚意でねこう行かしてくれたんですよ。もうありがたい。もうただのねこれもうどなんていうんだよ、もう竜宮城ですよね、本当に。本当に私今竜宮城から帰ってきたとこなんですね。ほいでもうねえ美女2人とオリックスのキャンプを見て、初日はパレードもあったからさ、もう最高ですね。私もう今ねこの完全にね宮崎の余韻が抜けないままこの有楽町の仕事にやってまいりましたけどもね、もうちょっとすいません、私もうこの格好で出ていきそうですね。すゑひろがりずの、すゑひろがりずを増方一真が占う、ね、占い芸人増方一真がすゑひろがりずを占うっていうライブなんで、ちょっとオリックス関係ないんですけども、もうこれで出ていっちゃいそう、ね、もうそれぐらいね、ちょっと今日は、楽しかった。昨日一昨日とね、もうただただ楽しいね、本当に。選手ともね、いっぱい会いましたよ。ね。まずね、まあ言ったらね、まあこれ、宮崎キャンプね、これパンフレット。ね。早速ね、森友哉くんいますね。前からいましたみたいな顔してますけども。小木田くんじゃないですよ、これ。ね、小木田くんと間違えそうですけども。森友哉です。ね。ね。まあ、私2回目のね、2回目のキャンプやったんですわね。前行った時はね2018年、だから田島がルーキーでね、福田とかね山足さんとかねおったね。そうそう、あの年にね行って、まあなんやかんやこう都合が悪くて間5年空いちゃいましたか、4年ですか、4年空いちゃいましたか。まあまあでもね、久しぶりの宮崎堪能してまいりましてね。まずは初日ね。初日はもうあれですよ。
宮崎パレードね、すごいよ。もうほんまなんか映像で見た人います？もうあの高千穂通りっていうかな、宮崎の駅前ドドドッとストレートね、そこにもう人がわんさかわんさかね。私舐めてましたよね、ほんと。まあオリックスのパレードそこまで集まらんかな思って、うん、ちょっと早く着いたからお茶しよっかとか言ってたの、二人、二人のね織姫ちゃんと、うん、お茶しましょうお茶しましょう言ってね、うん、で、うん、カフェ行きましょう言ってね、言ってて行こう行こう言っててね、ほんならねその高千穂通り見たらもう1時間前で人がブワーってね、これはまずいよっつうことで、お茶中止言って、ほんでもう場所前の方確保してね、なんとか、うん、それでね、もうだから選手がこの辺のもうその辺通っていくわけ、バスでね、うん、で、まあ、ね、まあだからちょっとね控えめにね、なんとかさーみたいなね、うんうん、まあ、宮崎の人控えめやからね、あんまガツガツはしてなかったんだけども、やっぱあちこちでねこう言うわけですよね、なんとかさーんつって。そしたら、わーっつって選手が手振ってくれて。うん。でね、私ここでね、まあ、小島由ちゃんっていう子がね、田島推しなのね。うん。で、大根ちゃんが西野推しなのね。で、西野はちょっと多分ね、向こう側にいたのかな。逆サイドの方にいたのね。でも、田島がね、そこ通って、わー、小島ちゃん、行け行けっつってね、田島さんっつって言ったらね、すごいニコ、あの田島がですよ、ニコッとね笑ってね、ね、手振り返してくれてね、ああ小島ちゃんがね、もうほっぺたがねほの字になってましたね。まあその横にいた私もね、あら田島素敵ってねなったわけなんですけども、うん、そしてその後ね、あの佐野くんですよ。佐野くんがねおったから、佐野くんっつったら、佐野くんがあって言ってくれて、タモンズやってね、タモンズやと言うたか分かりません、何言ってるか分からないんで、なんか口は動いてましたね、あっつってね、私を認識してもらったみたいで、これはもうおじさん大興奮ですね。ほんまやっぱ佐野くんはあれやもんね、バス乗ってる時じゃないと目で追えないもんね、早すぎて。やっぱ塁間走ってる時とかはもうやっぱ佐野くん走、やっぱ目で追えないからね、もう肉眼でついていけないから、佐野くん早すぎるから。やっぱバスに乗ってくれてたからね、しっかりと佐野くんを捉えましてね、声かけさせていただきましたね。ほいで、まあ楽しく宮崎の夜を乾杯しまして、2日目。ね。2日目はもう何やったかな、ラオウがね、タモンズ知ってくれてたんですよ。ねえ、嬉しいね。あ、ラオウさんっつって手振ったらね、あ、タモンズやって。わははは、ねえ。わ、タモンズやってましたね。で、横にいる福田がね、あ、なんか、ラオウさんが変な人と絡んでるわっていう顔してました。ラオウさん、あんなヘルメットかぶって、変なおじさんに絡まれてるけど仲良して飽きませんよあんな人とっていう顔してました。まあ福田君もね、こう、あ、はいはいって言ってましたね。福田さんって言ったらはいって言ってましたね。まあだから、まああんまがっつり声は出せないから、まあほんと近く通った時ぐらいしかね、福田さんっていう感じでね、やらせていただいてたんですけども、まあ、結構ね選手がもうみんなニコニコでね、ちょっとあのパレードの時の中川圭太はやっぱちょっとシャイなんやなって感じしましたね。中川くん言ってもあははみたいなね、あ、どうもみたいな感じでございましたね。でもやっぱみんなね、やっぱ阿部ちゃん、あの中継ぎの阿部ちゃんもね、もう満面の笑みで、どうも言ってね、サービス精神旺盛でね。でもやっぱ報道陣はね、あんま得意じゃないみたいで、阿部選手。ブルペンってさ、
10人ダダダダダって並べんのよね、ブルペン10人ね。ほいで、まあ左サイドがお客さんのねスタンドになってて、仮設スタンドね。で逆サイド右側が報道陣のスペースになってて、だからみんなだから報道陣の方で投げたくないみたいね、うん、緊張しちゃうからね。でやっぱ安倍ちゃんもなんか言ってた、それこあのコーチと話してるのをその大根ちゃんが聞いたって言ってたんですけどね、おいっつった、安倍お前あっち空いてるぞっつって、あっちの方でやれよっつって、したらあの安倍ちゃんがいやちょっと報道陣がいるんでっていう感じ、報道陣ちょっと気になっちゃうんでみたいな感じで、うん、で一番ね、お客さん側の方で投げてましてね、うん、お客さんは得意みたいですね、報道陣は苦手みたい、安倍ちゃんね。それで、だから一番報道陣側で投げてたのが宮城くんね、うん、あれ多分生かされてますね、お宮城お前行っとけみたいな感じやろうねきっとね、うん、いやー楽しかった本当に。なんかブルペンがもう凄まじかったんだ、その安倍ちゃんが投げてる時もね、誰だもう向こうからね、最初田島が投げてたよね、うん、ほんならね、途中からもう、あ、それは今日3日目の話や、もう2日目と3日目ごっちゃになっとるわ、うん、3日目がすごくてね、うん、あ、3日目ってあれね、宮崎入り3日目だから、まあキャンプでいう2日目ね、うん、2日目がねもうすごくて、ブルペンが山本由伸ね、幸也くん、ほいで、うん、まあさっき言いました阿部ちゃんね、宇田川くん、うん、で東くん、横山くんね、東誰だったっけな、うん、まあちょっとね多分まあまたおったね、あのキャッチャーにね森友哉も若月もおったしね、うん、めちゃくちゃ豪華なブルペンでね、うん、いやー最高でしたね本当、うん、ね、ほいで、まあ、まあ前後してすいませんね、2日目はだからそれキャンプいろいろ見て、 T さんがねなかなかやっぱ別メニューでね、うん、お会いできなかったね、 T さんがねちょっとまあそのアップしてるとことかはね見れたんだけども、うん、なかなか T さんを見れなかったね、別メニューだから、うん、ねえ、ちょっと T さんパーマかけたね、おそらく、うん、それだけ報告しときます、 T さんはパーマをかけてますね、うん、あとギボちゃんはちょっと髪の毛染めてますね、うん、やっぱり休み明けやから、それいろいろ髪型変わるよねみんなね、うん、あとはそうね、2日目だから小戸神社にも行ってきましてね、うーん、小戸神社いつもね選手がお参りしているね、そこのね小戸神社のね神主さんと仲良くなって、うん、絵馬見てねキャッキャキャッキャ言ってたらね、そのよかったら撮りましょうかっつってね言ってくれて、うん、それで私のこのヘルメット見てね、あの昨日パレードいましたよねっつって、私の横に いましたよねっつって、私がパレードでこれでね騒いでた後ろにおったのが神主さんやったみたいで、でねその小戸神社の神主さんとも話してね、うん、大阪、そこでね大阪から来た、ギャルの女の子ね、うん、彼氏さんと一緒に二人でオリックスファンのね、うん、お二人ともね仲良くなったりとか、あ、もう人と人がねこうやっぱ、触れ合えるっていうのはいいよね、これキャンプの醍醐味ですね、もう見たらわかるからね、同じオリックスの応援してる人やつのも見たらわかるからね、もうアイコンタクトでどうもみたいなね、あ、やってますねみたいな、うん、宮崎やってますねっていう感じのね、うん、目と目でね、うん、
目と目で、目と目で通じ合うですね。それ状態。で、まあ3日目は、まあさっきも言いました、もうブルペン総会心ね。総ブルペン、もう迫力満点。ね。あれもあってね。で、あとね、西野がね、西野さんがこう、外野を一人で走っててね、よしっつって、ね、大根ちゃんっつって、西野推しやから。大根ちゃん、西野へ行け行けっつってね、西野のタオル持ってね、行け行けっつって、西野さんっつって、ね、ちょっと近くに来た時に、西野さんって言ったら、西野くんが、あ、こうやって、こんなことしだして、ね、あれ、リクエストしてんのかなと思ったら、YouTube 見てますよって、あらららららって、西野くんにも見られてるっていうね、お恥ずかしいね、ドキドキしちゃいましたもんね。ほんとね、だから西野選手も、だからラオウ選手もね、気さくに話しかけてくれて、いやほんまに嬉しい限りですね。行ってよかった、ほんと。だからまあちょっとね、私がまあ3人でね行って、まあ自分らであのカメラ回しながらやってるんで、まあ、だいぶ荒いんですけども、ちょっと一応ね、なんとかあの、モモ D にね、提出して、モモ D がどないか見れるもんにしてね、これ、編集してね、上げてくれると思いますんで、ほんま、もう、わけのわからんところばっか撮ってますけども、まあ、撮れ高、どうなの？ 3 日でそんなないよね。なんか肝心なところカメラ回してなかったりね。なんか面白かったところデータ全部消えたりね、もうしてますんで。まあまあまあ、ちょっと、どうなの？これモモ D の腕が問われますね。ちょっとモモ D にちょっともう丸投げです。やっといてって感じでね。丸投げしようと思ってます。ね。というわけで、まぁ、ちょっと長くなりました。とりあえずキャンプ行ってきたよっていうご報告でございました。また、近々、こうご期待ということで、折の晩酌でございました。さよなら、バイバーイ。